いいね。早く来てるね。やろうや。お願いします。やばい、寄せないと。寄せた。でかー。ガチだ。ガチです。ナイスオッケー。アウト、アウト、アウト。まだ動ける。少しの時間でしたけど、ありがとうございました。ありがとうございました。僕から伝えたいのは2つです。まず1つ目は、みんなには夢と目標を持ってほしいです。僕も実際にここでスクールから、上に行ってトップチームに上がって、でその時は僕もフィールドだったし、実際に何があるかわからないし、どこにチャンスがあるかわからないから、日々のトレーニングを一生懸命頑張ってほしいです。で2つ目は、今日みんなここまで何で来た？車で来たでしょ。みんなやっぱお父さんとお母さんがやっぱ毎日いっぱいお金稼いでくれて、実際にこうやってサッカーできてるから、お父さんとお母さんに恥ずかしいかもしれないけど、感謝の気持ちを伝えることはすごく大事だと思うので、常に感謝の気持ちを持ってサッカーをやってほしいなと思います。はい、寒いのでこの辺で終わりにします。はい、皆さん練習頑張ってください。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、あと4回行くよ。せーの、ベガルタ。はい、どうぞ。はい、ありがとう。はい、どうぞ。翼さん。はい。あ、もう始まっちゃうか。はい、あ、なんでもない。ありがとうございます。ありがとう。ボール来るとき構えますよ。構えるときってなんかどんなことを意識して構えるか。まあ、実際に構える状態って相手がシュートする状態なんで、どこに来ても動けるような準備をまずすることと、で手の位置がバランスよく構えて、このボールを迎えに行けるように、で手の形を意識しながら、でこうやってやっぱ挟むと、こうやってこぼすリスクもあるから、でちょっとずれたら足運んで正面に入ってちょっと迎えに行くことを意識してください。はい、そう、ナイスナイスナイス。おお、ナイスキャッチ。いいね、いいぞ、構えちゃう。はい、最後までボール見て、最後までボール見て、ちょっとそうです、ボール見て、最後までほい、行くぞ、ほい、そうです。こうやってちょっとでもこぼしたらフィールドの選手すぐ止められるから、こぼさないってことを基本意識して、でもこぼすことって絶対にあるから、それを落としたらもうすぐ拾いに行って自分のものにする。それまず一つで、あとはさっき言ったみたいに肘をしっかり締めること。これさっき言ったようにぶつかられても抜けないようにしっかり使って、そうそう、今ね、今ね、そうそうそう、ボール見て、そう、ナイスチャージ、ナイスチャージ、2ステップ。
おお、素晴らしい、ナイスカーチ。はい、はい、あ、じゃあ、ゆば選手、お願いします。コーチングって試合中どうすればいいですか。キーパーって、ゴールを守るポジションじゃないですか、はい、それって僕はいつも思うのは、コーチングで失点を防げると思ってて、実際にこうやってクロス上がってくるときに、こっちからクロス上がってきますってなったときに、こっちってやっぱみんな結構ボールに集中してこっち側見えなかったりするから、フィールドの選手もそれは一緒だと思うから、フィールドの選手にその選手、相手の選手がいたときに誰々ついてって一言言えば、もしかしたらそこでヘディングで跳ね返せるかもしれないし、でやっぱ実際にボールだけを見てて僕らが何も声かけなかったらそこでフリーでシュート打たれて失点する可能性が増えるから、その可能性をどれだけ低くできるかっていうのは僕はコーチングで解決できると思うんで、声の強弱もそうですし、具体的に誰にどうしてほしいのか、誰に右を切ってほしいのか、左を切ってほしいのか、どこにシュートを打たせるのかっていうのを具体的に喋って、僕はできるだけ最小限シュートを打たせないようにコーチングします。はい、どうぞ。どうやったら身長が身長は僕はやっぱ僕中学校で20センチ伸びたんですけど、もともと小学校6年生で160センチで卒業して、まあ、ちょっとでかかったんですけど、でもそっからすごい量食べてたし、あといっぱい寝ること、それは一番大事だと思うし、そういう積み重ね、寝る時間とかも大事だし、夜遅くまで起きてて長く寝ても睡眠の質が良くないんで、その質にもこだわって僕はたくさん寝てたくさん食べました。はい、次、上からシュートが来た時って、自分とはボールポストに当たりそうな時ってどういうふうに対応してもらえますか。上、はい、横も上だけ、やっぱラインの線上に立ってたら手が当たりそうだから、やっぱちょっとでも前にいてできるだけちょっと前で触るっていうのを意識すれば当たることはないかなって思います。はい、シュート打たれる時、右斜め上とか左斜め上とかスイミングスポットって両手で行くのか、こっちの手で行くのか、こっちの手で行くのか、だからそれはやっぱその時の状況でちょっと違うんですけど、基本的に届かないなって思ったボールはもう片手で行って弾くようにして、でキャッチできそうだなっていう時には両手を出すようにしてて、右手を出すのか左手を出すのかって、このメリットデメリットって僕はどっちにもあると思ってて、右手の方が絶対伸びるし距離も出るんだけど、自分の首より高くボール来た時ってなかなか右手を出すことって右にダイビングした時って難しいから、でそうなった時にやっぱりこっち側を伸ばして上に弾くとか前に弾くっていう判断を瞬時にしなきゃいけないから、もうこれって1秒とかの話じゃなくて0コンマ何秒の話だから、本能でもう左手右手っていうのを僕は判断してて、だからそれはたくさん練習を重ねれば、まあ、その角度とか自分の出しやすい方出しにくい方ってあると思うんで、まあ、それも練習量かなって僕は思うので、たくさん練習してほしいなと思います。大丈夫ですか。はい、一番上手くなった練習だと、僕はもともとさっき言ったみたいに中学校1年生でキーパー始めて、とりあえず何しようと思った時に僕はとりあえずいっぱいシュートを受けようと思って、フィールドの人にいっぱいシュート打ってもらって、なんでできないのかっていうのを考えながら決められた、ああじゃあ次やればいいやって考えても次何していいか分かんなくなるから、やっぱ常になんで失点したのか、じゃあなんで今うまくいったのかっていうのをなんでって自分の中で問いかけながらずっとやってたので、試合に出る時で一番大切にしていることは何ですか。そう、最後にふさわしい質問ですよ。まあ、僕は試合だからじゃあ前日特別なことを何かするっていうことは特になくて、それはなんでっていう時にやっぱ僕は練習でやったことしか試合に出ないと思うんで、だから特別何か今からやっても上手くなるわけじゃないし、でそういう意味では自分の心と頭を整えて実際にこう起きた時にどうしようっていうのをいろいろ考えながら、まあ僕はちょっと体と頭を落ち着かせるっていうことをして、まあ、多分緊張もすると思うんですけど、僕は緊張結構楽しむタイプなんで、やっぱハラハラドキドキするのがやっぱ
僕の中では楽しいですし、やっぱみんなスタジアムに応援にして来てくれてるんです。それって僕らからしたらすごく背中を押してくれる存在なので、そういうのも楽しみながら僕はやってるので。おすすめのキーブルとかプーマです。ぜひみんなプーマ買ってください。はい、はい、そうです。まずこういう環境でキーパーできてるっていうことは僕は素晴らしいことだと思うし、まあ、羨ましいなと思う感じがあるので、やっぱペガルタのスタッフ、小瀬さんが集まるのもそうだし、いろんな人に聞く機会があると思うので、やっぱ今日やったことってすっごい大切なことで、僕がプロになってもやることだし、本当に基礎の基礎だけど、やっぱやらなきゃいけないことなんで、でその技術を高めれば高めるほど、やっぱ高いところで高いレベルでサッカーできると思うの で、あとはやっぱり一番サッカー楽しむことがすごい大事 で、キーパーって特別なポジションだし、特殊なポジションなんで、もう一人しか試合に出れないし、でもその一人に入るのがすごい面白いことだと思うし、本当楽しんでサッカーをやってほしいなって思います。そしてこの環境はやっぱ当たり前じゃないと思うし、そこは感謝の気持ちを持ってプレーしてほしいなって思います。そしてこの練習をどん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 継続して、でこっからやっぱ一人でも多くプロサッカー選手になってほしいんで、みんなのこと待ってるんで、たくさん練習して頑張ってください。今日はありがとうございました。最初は嬉しくて楽しかったです。いろんな選手に声をかけられていたところ、ベガルタのチームに入って活躍したいです。ボールを受けた時に周りをよく見てて、ドリブルのテクニックもすごいよくうまかったです。ベガルタのチームトップチームに入って活躍したいです。ゴロとかしっかり細かい一つ一つの当たり前のことを丁寧にゆっくり教えてくれるっていうのが、やっぱすごいやっぱプロなんだなって、やっぱずっとやってきて分かることなんだろうなって分かりました。やっぱ高校になってもキーパー続けたいなっていう思いはすごいさらに強まりましたね。めっちゃ楽しかったです。まあ、やっぱ基礎的なところを今日は重点的にやったので、そこがやっぱ大事なんだなってことがめっちゃ勉強になりました。勉強になったことはやっぱ一つ一つの細かいことや、オーバーハンドキャッチの形やその手の出し方、ステップの動き方を勉強しました。サッカーに関わることの仕事をしたいです。細かいところとか、本当基本的なところからプレーは変わってくるので、まあ、そういう細かいところを教えてくれたのは嬉しいと思いました。サッカーに関わることやプレイヤーの方でやっていきたいです。まあ一緒にサッカーやるのも久しぶりだったんで、楽しかったですね。なんか小畑選手っていうのがちょっとすっごい違和感ありましたけど、はい、結構本気サッカーになってた。ああ、そうです。僕やるウッキーは結構本気でバチバチでやることが多いですね。やっぱテンション高くしてやってれば子供たちも結構それに乗っかって来てくれるし、元プロはこうなんだぞっていうのを見せなくちゃいけないんで、なんか明るさとノリでなんとかやっている感じですね。まあ、僕自身が一番楽しんでました。そうですね。僕はやっぱちっちゃい頃はとか特になんか褒めて伸びるというかと思ってるんで、できるだけやっぱいいプレーは褒めてあげるようにして、でやっぱミスが同じミスが重なったりするときにちょっと一声かけてあげたりとか、やっぱ高学年になってくるとちょっと技術的なことも教えたいなと思うんで、まあ、ちょっと細かく言ったりとか、まあ、下の子たちとやるときは一番一緒に楽しんでっていうのを一緒にやってました。僕こういう活動するの初めてではないんで、何回かやらせていただいて、まあ、気づきというか、こういう時って結局僕らが言う言葉とかがあの子たちの、なんか将来につながるというか、プロサッカー選手っていうだけでやっぱその言葉がインパクトがあると思うんで、できるだけやっぱなんかいい方向に行けるように伝えてますし、あとは一番は子供たちから僕が一番パワーをもらってるかなっていうふうに思います。まあ、本当僕プロ5年目になるんですけど、まあ、5年目がこのチームの結構長い選手っていうところで、まあ、他から入ってきた選手に対して、まあ、宮城県もそうですしベガルタ仙台を知ってもらったりとか、僕が還元したいなっていうふうに思ってたので、まあ、そういう意味では今年は監督が一番元気にやってくれてるので、まあ、それに乗っかりながら僕自身もこのベガルタ仙台を発信していけてるのかなっていうふうに思うので、まあ
長くいますけど、まあ、僕自身このジュニアユース、ユースで育って、だからこそやっぱ試合に出て結果を残して、やっぱこの子供たちに大きな背中を見せてあげれればなと思うので、まあ、まだまだ頑張らなきゃなっていうふうに思います。僕が知ってるベガルタ仙台って J1 にいるチームだと思うんで、まあ、まずはいるべき場所に戻るっていうのが僕らの今の課題だと思いますし、それを成し遂げて、まあ、やっぱベガルタ仙台の素晴らしいチームなんだっていうのを J1 で知ってもらいたいんで、まあ、やっぱベガルタ仙台のサポーターは僕は日本一だと思いますし、そのサポートを得て僕らもプレーオフ頑張るので、まあ、よろしくお願いします。ソシオマガジン、ベガルタ仙台2番の高田亮太です。好好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 
おお、ナイスゴール。おお、いいよ、次でいいよ。私ぐらいの時はやっぱりサッカーをまず楽しむことが一番大事だと思うので、それが一番こう成長につながる時期だと思うので、サッカーをこれからも楽しんで、コーチの言うことも聞きながらサッカー楽しんだら頑張ってください。はい、はい、メガエタセイヤー、はい、ありがとう。サッカー選手、小学校ね、中学校、高校、大学とかいろいろ多分こうしてみんなこう経験をしていく中で、多分どっかでこう苦しいことね、多分サッカーやめたいとか、サッカーきついなとか、もうサッカー中無理だなとか、そういうなんて言うんだろう、周りいろんな人、いろんな状況があるから、そういうことが起きた時にこう自分に負けない。いつかどういう、そういうチャンスが絶対巡ってくるから、そのチャンスを自分で掴み取るために、そのどんなことがあっても夢に向かって頑張り続ける、それが成功の近道、どんな人も一番近道かなと思います。だからサッカーをやり続けること、まずは、はい、頑張って、はい、後ろに出ます。前に帰ったことない、はい、ありがとう。ありがとうございました。ありがとうございました。楽しかった。ガン選手どうやってなるか聞きました。嬉しかった。パス、サッカー選手、はい、足が速い、サッカー選手。まあ、一番はとりあえずみんなが元気ですごい楽しく参加してくれたことが本当に嬉しかったですし、まあなんか懐かしい気持ちじゃないですけど、まあ僕も小さい頃ああやってみんな団子になってボール一つのボールを追いかけてサッカーするような感じだったんで、はい、すごい懐かしさを感じました。いやあんま考えてなかったですけど、とりあえずもう多分子供たちがすごい多分元気なんだろうなっていうのは分かってたんで、まあその、はい、元気を逆に僕がもらおうかなっていうのを、はい、それだけは思いました。パワーです、はい、この小さい年ぐらいにしかあんまり ないような多分元気さなんで、元気の良さを僕をもらってパワーに変えようかなと思います。なかなかちょっとボール来なかったんで、ちょっとだけちょっとやったろうかなと思って、まず僕が怪我した時にファンサポーターがアウェー群馬戦ですかね、横断幕掲げてくれてたり、2番の背番号をかけてくれてるファンサポーターの方がすごいいたので、テレビでダゾーンで応援してたんですけど、その時本当に嬉しかったですし、本当このファンサポーターの熱量じゃないですけど熱さっていうのをすごい、日々感じてますし、ファンサポーターの熱い気持ちを結果で恩返しできるように、はい、試合にまずは出れるように、そして結果で恩返しできるように頑張りたいなと思います。はい、ソシオマガジン。